こんにちは、翔太です。今回なんですけど、雑談動画となります。何の雑談をしようかなと思っていて、私がですね今一番悩んでいることについて、ご相談させていただけたらなというふうに思うんで、ちょっと雑談やっていこうかなと思います。私、今何に悩んでいるかと言いますと、ふるさと納税ですね。こちらをですねやろうと思っていて、何にしたらいいかなって、ちょっとしもしよければ視聴者の方にアドバイスをいただきたいなって、こんなの、買ってますよっていうのを教えてもらえると大変嬉しいので、もしよければ教えていただけると嬉しいです。私ですね、ふるさと納税やろうかなというふうに思っているんですけど、初めてですね、やるんで、あんまりよくわかってないんですよ。なんかワンストップ特例制度みたいなやつをすれば、特にですね、私、どうせ、こちらの YouTube で、確定申告やるんで、多分ワンストップ特例制度使っても仕方ないのかなって思うところはあるんですけど、ただ私今、こちらの、どうだろうな、正直課金金額とこちらの収益トントンなんで、あんまり利益としてはないんですけど、こちらの実況に関しては、こちらの YouTube に関してはあんまり利益っていうのは出ていないような状態ではあるんですが、ふるさと納税ですね、やってみようかなと思っています。こちらのふるさと納税なんですけど、皆さん何買われてますかね。ちょっと私初めてやるんで、とりあえず最悪確定申告すればなんとかなるかなっていうふうに思っているんで、やろうと思っているんですけど、なんか感覚がよく分かんなくて、来年の住民税を先に、来年の住民税をなんか特定の、地域、特定の地区にですね払うことで、それに対するお礼として返礼品をもらうっていう風な感じかなというふうに思っているんですけど、ちょっと金額がですね、1万円とか2万円とかぐらいっていうのが普通な中ですね、何を買えばいいんだろうっていう風な感じです。それの3割までが仕入れね、その商品の仕入れねみたいなんで、大体そんなもんかなっていう、ティッシュとかトイレットペーパーとか見てると、大体ですね、それを0.3 で割ったらですね、違うか 0.3 でかけたら、普段の買ってるぐらいの金額になるのであれば、いいのかなというふうに思っているんですけど、要は手数料として1回年に2000円取られるらしいんですけど、ふるさと納税をやると、2000円やって、ポイントですね、楽天お買い物マラソン、ちょっと私やったことないんですけど、とかそれぞれのですね、ふるさと納税のサイトのポイント還元で、その2000円っていうのはすぐに取り戻すことができて、さらに税金が安くなるっていいのかな、実質税金が安くなってお礼をもらえるっていう風な感じで、なんか現代の錬金術っていう風に呼ばれているような感じみたいですね。なんで、ちょっとなんかやってみようかなって思っているんですけど、これ食品やってる方が多いんですかね。ちょっとジャンル分けようかなと思っていて、常温で保存できる、食べ物ないし、食べ物でなくてもいいんですけど、あるいは、冷凍、ちょっと冷凍食品ばっかりにすると多分冷凍庫パンクしてしまうんで、冷凍庫パンクして冷凍庫で保存したら全部溶けちゃったみたいな展開になりかねないんで、さすがにそれはやめとこうかなというふうに思っているんですけど、皆さんちょっと何を、頼まれているのかですね、もしよかったら教えてもらえると嬉しいです。いや、なんでちょっと今こんなことで悩んでいるのかと言いますとですね、今日までっていうか今月まで、なんか10月からですね、ふるさと納税の制度が変わるみたいで、10月からなんかちょっと経費の部分ですね、これまでは、これは経費に入れていいよとか入れなくていいよとかあったみたいなんですけど、今まで入れなくてよかった経費が、ふるさと納税のですね、金額の中に上乗せされるみたいで、それで従来よりも、量を減らす、あるいは、寄付金額を上げる、この2択をしないとですね、ちょっとこれまでよりはコスパが悪くなる商品っていうのが多数ですね出てくるみたいです。
で、まあ、それに加えて、まあ、なんかこれまでは加工をその地域でやっていればよかったみたいなんですけど、なんか無原材料がその地域のものじゃないといけないみたいな感じになるみたいで、まあ、そもそも売り出すこともできなくなるっていう風なものも、たくさんあるみたいで、まあ、今見るとですね、もう9月30日までで受付終了みたいなものも、まあ、一部あるような感じです。で、私ですね、ちょっと悩んでいるんですけど、なんか肉とか見てると3キロとか4キロとか結構あるじゃないですか。3キロとか4キロの肉が来るとどうなるのかっていうのが全然想像できなくて今私が狙っているのはなんか単 1.7 キロぐらい4キロか単 1.4 キロってやつが泉佐野市の、大阪の泉佐野市のやつであるんですけど、今還元率ナンバーワンがその商品みたいなんですけど、140% って書いてあるんですけど、ちょっとそれ狙ってみようかなっていうふうに個人的には思っているんですが、単 1.4 キロってちょっと どんぐらいの量食うのか全然想像ができなくてちょっとそれも悩んでますね。まあ、これは10月から価格改定があるみたいなんで、多分2万1000円とか3000円とか5000円とかになるんじゃないかなというふうに思っています。とかですね、まあ9月30日までで受付終了って書いてあるやつにですね、豚こま切れ肉3点何キロとかいうやつとかもあったりとかして、なんかそう、まあ、切り落としかな、こっちの方が使いやすいのかなとか思ったり、なんかタンとか家でなんか食べる想像ができなくて皆さんどうしてるのかなっていうふうにちょっとただただ思うんです。まあ、なんかよく聞くのはお米ですね。まあ、ただ私炊飯器持ってなくてお米も炊くつもりないんですよねなんで、まあ、やるなら砂糖のご飯があったんで、まあ、ただそれ1万6000円っていう感じで36パックって書いてあったんですよ。どうなんだろうっていうふうには思っています。で、肉で行くならちょっと牛タンってどうなんだろうな。でも、まあ、うなぎとかも結構いくらとかも言われてますよね。で、まあ、フルーツとかもいいって言われるんですけど、まあ、フルーツに関しては多分日が近いと思うんですぐ腐っちゃうかなと思うんで、ちょっとなかなかですね、あの手は出しにくいなというふうには思っています。お酒もいいって聞くんですけど、私お酒飲まないんで、やめとこうかなというふうに思っています。で、あとは消耗品がいいっていうふうに聞きますが、まあ、消耗品に関してもですね、ぶっちゃけどうなんだろうな。ちょっとトイレットペーパーとかありかなって思ったんですけど、トイレットペーパーが96ロールもいきなり家に現れたら、私トイレットペーパーに埋もれるんじゃないかっていうちょっと思っていて、それも結構きついなって個人的には思っています。あと強いて言うなら、いや、ティッシュはないかなって思っていて、ちょっと私あのティッシュ別の容器に入れ替えて使っているんですけど、その容器に合うようなティッシュっていうのがちょっと見つからなかったんで、まあ、ティッシュはやめとこうかなって思うんですけど、まあ、ちょっとなんかおすすめがあればですね、教えていただけるとあのめちゃめちゃこういうのを普段やってますよとか教えていただけると非常にありがたいです。なんかですね、今日がまあ、サトフル、私ちょっと調べたんですけど、一番高還元率だったのがサトフルっていうアプリで、サトフルの日っていうのを今日やってるみたいなんですけど、初めてであればそちらで 36.5% のですね、還元を受けられるっていうのを見ましたので、ちょっととりあえずそちらでやろうかなっていうふうには思っているんで、まあ、今日中にやらないといけないんで、まあ、もしよかったらちょっとコメントとかですね、見ているんでもしよければ教えていただけると嬉しいです。まあ、それ以外はフルナビですかね。まあ、ちょっと私が楽天をあんまり使ったことがないんであれなんですけど、どうなんだろう、フルナビっていうのが 15% 還元があるみたいなんで、これがいいのかな。今すぐ事前エントリー、どうやれば 15% になるんだろう。フルナビから寄付した場合、フルナビカタログ、クラウドファウンディングへ寄付した場合、フルナビトラベル、お店でフルナビ美食体験で寄付した場合は 15% 還元。あ、ちょっとこれ難しいな。普通寄付したら 8% か。しかもそれをやろうと思ったら Amazon Pay、PayPay、楽天 Pay、B 払いで払わないといけない。ちょっとそれはきついな。ちょっとこれは騙されてる感あるな、なんか。で、最大 20% って書いてあるの、
初めての寄付だとプラス 5% つくよっていう話が、初めての寄付っていうか、7万円寄付したら、なるほど、3500円分もらえますよっていうふうに感じみたいですね。どうなんだろう。なるほど。最大 20% だけど、実質あれだな。私が、PayPay とかで金払うとして、8% と 5% で 13% か。なるほど。ちょっといいかな。13% ぐらいだったら。私ですね、PayPay 経済圏の方を使っていて、PayPay、ヤフーショッピングですね。あちらで今日が、2万5000円以上購入すると、私の場合は確か 13% ぐらい還元があったと思うんで、わざわざ、ここでやる必要はあんまりないのかな、ないような気がするので、見ておこう。なるほど。なんで、ちょっと私、今日は結構、ふるさと納税の勝負の日になっているんで、ちょっともしよければ教えてもらえると嬉しいです。こういうのおすすめとかあれば、もしよければ。さとふるか、そうですね、さとふるで見れる範囲だったら、私、買えるかなと思うので、もしよければ教えていただけると嬉しいです。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも、高級商品の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。